ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。おつぶらです。今日はですね、この子、2019年7月26日に発売されたネオブライスシーセーラーシーさんの紹介レビューを行わせていただきたいと思います。この子、今のところね、一番新しいネオブライスさん、シーセーラーシーさんなんですけどね、なかなかね、ちょっと今年ですね、夏仕事が忙しくて開封レビュー遅れてしまったんですけどね、8月になった今のこの時期にね、ちょうどいい浴衣っ子ということでね、早速彼女のね、詳しい仕様の方を見ていきたいと思います。それでは早速ね、彼女の付属品の方を詳しく見ていきたいと思います。まずですね、彼女のこちらの大きなカンカン帽ですね、マリンテイストのカンカン帽ですね。こちらのカンカン帽なんですけど、このようにね、ブライスサイズのブライスさんでもね、頭の大きなブライスさんでもすっぽりとね、頭にかぶせることができるブライスのね、リアルサイズのカンカン帽になっておりますね。で、こちらね、カンカン帽ですね、生地がすごくいい、しっかりとした生地でね、なんていうか、肉厚で、安っぽくない生地のカンカン帽ですね。こちらのカンカン帽に似たタイプでですね、以前ですね、こちら、カントリーサマーさんですね。カントリーサマーさんにもですね、似たような感じの帽子がついていたんですね。こちらがカントリーサマーさんの帽子なんですけどね、彼女のカントリーサマーさんのこの生地によく似てるんですけど、肉厚感っていうんでしょうかね。作りのしっかりとした作りっていうんでしょうかね、高級感の面で言うと、カントリーサマーさんの倍ぐらい生地が使われていて、しっかりね、生地の裏側にはですね、裏地も付けられていて、しっかりとした硬い素材になってますね。で、縁の部分も二重になってますしね。で、逆にカントリーサマーさんの方はですね、似たような素材感の布ではあるんですけど、やっぱりペラペラなね、ちょっと安っぽいと言いますかね、ちょうどカントリーサマーさんがね、発売された頃の子たちって、やっぱりちょっとお値段もね、1万5000円弱で、お値段は控えめだったんですけどね、その分やっぱりアウトフィットの方の作りの方もね、ちょっと安っぽい時期っていうんでしょうかね、ちょっと値段が抑えた頃の時期の子だったのでね。でもそれに比べると、こちらのね、シーセーラーシーさんの帽子はですね、すっごく本当に高級感のある素敵なね、カンカン帽に仕上がっていてね、このリボンもね、マリンテイストのリボン、怒りのね、モチーフのリボンも、こちらプリントではなくね、刺繍でしっかりとしてね、施されていて、ちょっとね、リボンっぽい感じの処理も施されてて、もうこうやって比べるだけでもね、カントリーサマーさんと、まあカントリーサマーさんのお帽子も可愛いんですけどね、でもやっぱり高級感の上では2倍ぐらいやっぱり違いますね、シーセーラーシーさんのお帽子ね。このような感じでね、カントリーサマーさんもちょうどね、今頃の季節に発売された子なのでね、こう並べると可愛いですね。このような感じでね、簡単にブライスさんに持たせることもできますのでね。次にこちらね、彼女の付属品、巾着の方をね、見ていきたいと思います。こちらのね、巾着、四角いですね、立方体の形の巾着にですね、赤い紐に、チャームですね、シルバーのチャームが施されてますね。底の部分はですね、カンカン帽と同じ素材の底の部分にですね、本体の部分は白い生地に水色のね、波の模様がプリントされた白い生地の本体になってますね。で、こちらにアクセントにですね、シルバーの船の舵のね、チャームがついてますね。で、このように赤い紐を引っ張ると、本当に巾着袋のようにね、実際にね、縮まって、すごく可愛いポッコリとした感じのね、可愛い巾着袋で、赤い紐の部分にはですね、このように水色のね、ビーズも施されていて、かなり高級感のあるしっかりとした、こちらもね、作りの巾着袋になってますね。このようにね、ブライスさんに簡単に持たせることができるので、すごく可愛いですよね。それではね、次にね、彼女のアウトフィット、浴衣の方を詳しく見ていきたいと思います。彼女のですね、浴衣はですね、青と赤と白の浴衣にですね、黄色の帯をアクセントカラーにしてね、すごく夏っぽいビビッドなね、モダンな柄の浴衣になってますね。で、浴衣の方はですね、赤地にね、赤と白のストライプですとか、水色のこういった感じの、ちょっと海のね、波を連想させる模様に、水色と
濃いねネイビーブルーの市松模様のね柄が配色されていて、ところどころにねこういった感じの人手ですとか巻貝もしくはね貝殻の模様のね絵柄が入っていて、裾の部分にはですね怒りですとか火事ですとか、あとヨット船の関係するね紐なんかもちょっとイラストで施されてるんですけどね、すごく夏っぽい爽やかな浴衣でおしゃれですよね。思ったなんかこう写真ね最終画像を見た時にあれちょっと安っぽいかなの柄なんかちょっと思ったんですけど、実際手に取ってみるとそんなことなくてですね、しっかりとした本当におしゃれな生地もね厚いですしね、裏地もこのようにね白っぽくなっているので色移りもしにくい感じだと思いますのでね、すごくいいですね。でこちらの水色と赤のね基調にした浴衣に合わせられているこちらの黄色の帯ですね、こちらの黄色い帯もですねかなり凝った作りの帯で、こちらの帯ですねこのバックスタイルを見ていただけるように、ちょっと僕ね詳しくないんですけど、こちらのね帯の結び都結びというね着物の帯の結びだということでね、こちらの後ろを見ていただけて分かるようにこちらの黄色い帯もですね薄い黄色と橙色のストライプの生地を使われていて、もう半分はねちょっと幾何学模様のね太陽のようなちょっと放射線のような感じのね幾何学的な模様の2種類のね柄の色違いと柄違いのね帯を一つに合わせた感じの本当に凝った作りの帯になってますね。で帯にはですねこちらの水色のね紐のところ帯留めの部分にですね船の怒りのねチャームが施されてて、かなり高級感のあるね本当に素敵な浴衣に仕上がってますね。でこちらの黄色い帯の下にはですねこのようにですね着物の柄と同じ赤と白のストライプのね帯の下のもう一本の帯っていうんですかね、浴衣が着付けた時に着崩れしないような感じのね帯とかずれたりしないような感じに、帯の下にもう一個ねこの赤と白の帯なんかもついているのでね、下帯っていうんでしょうかね、そういった感じの本当に見えないところもしっかり作られている凝った浴衣のアウトフィットになってますね。素材感もすごくいいですしね、赤のストライプとかね本当にもうビビッドなモダンな感じの浴衣になっててすごく可愛いですよね。で着付けもすごくしやすかったですね、脱がせたり着付けするのもすごく楽でしたね。で帯の部分はこのようにねマジックテープで留めるタイプになってますね。で足元ですね、こちら足元は下駄風の茶色の草履を履いてますね。このような感じで茶色い下駄風の草履にえんじ色の鼻緒がねアクセントになってすごく可愛い浴衣にぴったりの草履がついておりますね。下駄っていうんでしょうかね。でこちらプルリングがデフォルトの肌色になってますね。スタンドは目の入るようなね爽やかな鮮やかなブルーですね。ブルーに支柱がシルバーになってますね。はい、それではね早速彼女の中のねブライスさんの方を詳しく見ていきたいと思います。まず彼女のですねヘアスタイルはですね人気のボブスタイルということでね、人気かどうかはちょっと公式さんのねページには人気のボブスタイルと書いてあるんですけどね、久しぶりのボブだったので僕と個人的にはすごくね期待しておりました。でもやっぱりねボブスタイルって自分でヘアアレンジをちょっと施さないとねザンバラ気味だったりするんですけどね、まあうちに来た子もですね箱から出した時にはですねちょっと若干ですね髪の裾の部分が外向いてたり内側向いてたりねあちこち向いていたんですけど、ちょっとシャンプーしてね軽くカーラーで巻いてあげたらですねちょっとまとまって綺麗になったんですけど、やっぱりちょっとねやっぱりすぐカーラーでね巻いた部分がほどけてしまうのでね、今度ホットアイロンでも買ってね巻いてあげようかななんてちょっと思ってますね。で髪色の方はですねライトブラウンとダークブラウンのミックスということでね、すごくね綺麗な髪色をしてますね。ダークブラウンと、ライトブラウンのミックス、ダークブラウンという割にはちょっと黒っぽい感じですね。どちらかというとブラウンと黒のミックスみたいな感じだと僕は個人的には感じたんですけどね、公式さんのページを見るとダークブラウンとライトブラウンのミックスということなんですけどね、肉眼で見るとどちらかというとダークブラウンがブラックに見えるような感じですね、個人的にはなんですけどね。で髪の量はですねかなり多いですね。うちの子個体差もあると思うんですけど、この子すごい髪の量が多いですね。でもボブなのでね後ろにひっくり返ってしまったりですね重さでですねちょっと腰がね緩くなってたりすることもないので、すごく扱いやすい
紙の量ですね。もうこんだけもう量が多かったらもう文句なしですね。この間のねルーシーさんもねこのぐらいの紙の量があったらねあんな文句なかったんですけどね、まあこの子普通っ子ですね。ボブなのでねそんなにサランも使わないからこんだけ植毛されてるのかなとも思うんですけどね、やっぱりすごい量ですね。で紙質はですねかなりいいですね。ね個体差もあるとかあと色とかの関係もあると思うんですけどね、紙のサランすごくいいサランで、しっかりとしたコシのある肉厚なサランというんでしょうかね、ちょっと言葉の表現が悪いんですけどね、もう本当にしっかりとしたサランで扱いやすいですね。こんだけもう髪の量と髪質が良かったらもう文句なしですね。で最近のブラシさんたちねミックスヘアの子が多いのでね、なんかこのまま続いてくれたらいいんではないかななんて思いますね。次にですねお顔の方を見ていきたいと思います。フェイスタイプはラディエンスリニュー、ラディエンスリニューですね。なので頭皮交換ですとかね目線の修正とかお直しがしやすい子ですね。僕もですねこの子ちょっと目線はねそんなに悪くなかったんですけど、ちょっと左右のねアイの位置がずれていたのでちょっと目線修正行わせていただきました。ガチャ目というほどではないんですけど、無理してね修正するほどではなかったんですけどね、やっぱりちょこっと修正してあげるだけでね可愛さが増すのでね、目線の修正ぜひ行ってみてくださいね。簡単ですのでね。で彼女のですね顔色の方はフェアですね、ナチュラルスキンですね。スノークリームフェアと上から3番目の顔色の子なんですけどね、その下にレギュラーラテモカと続きますね。で一応ですねこの子カンサマさんですね、先ほど登場したカンサマさんはクリームということで、このフェアのねこの子Cさんのフェアの一個上の色白の子なんですけどね、比べてみるとかなり違いますよね。カンサマさんかなり白いですし、Cさんかなり肌色に近いかななんて個人的には。フェアということをね、ナチュラルスキンということなんですけど、どちらかというとレギュラー、普通肌に近いんじゃないかななんて個人的には思ってしまったんですけど、多分メイクのゆえんもあるかもしれないんですね。メイクがちょっと若干濃いめなのでね、濃いめのメイクに引きずられて、もしくは髪色ですね、ダークグレー、ライトブラウンのミックスヘアのこの濃い髪色にちょっと引きずられてね、スキンの調子がちょっと濃く見えるのかななんて個人的には思ったんですけどね、かなりカンサマさんの方が色白に見えますよね。面白いですね。次に彼女のメイクですね。メイクアイシャドウがブラウンですね。ブラウンのアイシャドウにチークとリップはサーモンピンクですね。いつものねブライスさんの定番というか、いつものこう大抵のね子に使われているサーモンピンクの、チークとリップになってますね。今回ですねアニバさんかなりチーク薄かったので、ね、Cさんも薄いかなと思ったらかなり濃い子が来ましたね。お手もやんというか、ラディエンスプラスのコロっぽい感じのね、チークにまた戻って、ちょっと残念だなぁなんて思いますね。ルーシーさんみたいにね、ナチュラルな感じの薄いチークだったら良かったんですけどね、その辺が残念ですね。この辺のレインドロップさんにちょっと近いですよね。ラディエンスプラスの頃のね、レインドロップさんのチークの吹き方にちょっと近いかななんて思っちゃいましたね。ハイフォーさんほどじゃないかななんとも思ったんですけど、かなりね、ハイフォーさんはかなり広範囲でね、チークが入ってて、本当にもうちっちゃな幼稚園児みたいな感じなんですけどね。まあ、Cさんも思った以上に濃かったですね。もうちょっと Cさんのね、チークが薄かったら、ナチュラルなお姉さんっぽい感じの美人な子にね、もっと仕上がったんじゃないかと思うのでね、やっぱり、チークの量って重要だなぁなんて思いますね。まあ、個体差もあるんでしょうけどね。リップの方はいつもの普通のリップですね。このようにイヤリングの穴もないですし、手にはね、マニキュアも施されてないようですね。本当に普通の子ですね。すごくね、健康的で夏っぽい感じですごく可愛いんではないでしょうかね。次に、アイの方を詳しく見ていきたいと思います。こちらですね、右目ですね。右目がブルー、デフォルトのブルーですね。次が正面ですね。正面がこちらデフォルトのグリーンですね。綺麗ですね、グリーンの瞳ね。で次にこちら左目がデフォルトのピンク、デフォルトのピンクですね。可愛いですね。やっぱりピンクの瞳入ってるとやっぱりブライスだなってちょっと安心するっていうんでしょうかね。やっぱりオレンジの瞳よりは僕はピンクの瞳の方が好きだったりしますね。オレンジもまあ似合ってればいいんですけど、オレンジの瞳なかなかね、写真映えがしなかったり、
お着替えさせた時もね、使うことがないお色だったりするんですよ、オレンジ。オレンジ入ってるんだったら黄色の方がいいかな、なんて、ちょっとね、ライオンさんとかね、ヒョウさんみたいな感じの黄色い瞳の方が好きだったりしますね。で、最後にこちらですね、正面。こちらがスペシャルカラーのライトブルーですね。この状態で箱に入ってるんですけどね。すごく綺麗なライトブルーですね。やっぱりね、デフォルトのブルーといい、ライトブルー、このスペシャルカラーのね、ライトブルーといい、やっぱり日本人の僕たちにとってこうブルーの愛って憧れの対象といいますかね、お人形に入ってるパターンが多かったりするのでね、結構いいんではないでしょうかね。僕たち日本人の瞳ってブラウンなんですけどね、なかなかね、濃いめのブラウンの愛が人気があるって聞いたことがないのでね、やっぱりブルーの愛が一番人気があるんではないかななんて思うんですけどね、いかがでしょうかね。なので今回ね、後ろの子たちも一応ブルーの、ね、瞳にしてあるんですけどね、やっぱりブルーが一番見栄えがいいというかね、動画映えといいますかね、そんな感じがしますね。まあ今回ね、カンサマさんこう日本人っぽいブラウンの瞳なんですけどね、まあブラウンの瞳も可愛いといえば可愛いかななんてね、お姉さんっぽい感じですね、カンサマさんね。結構個人的にカンサマさん好きだったりするんですけどね。で、このようにですね、まぶたはデフォルトのまぶたに、まつげもね、デフォルトの、いつもの俗に言うのりまつげになってますね。はい、それではね、今回ね、こちらのシーセーラーシーさん、この子にね、似たような髪色の子ってうちにはいなかったのでね、やっぱりミックスヘアなので髪色比較するのはちょっと難しいので、今回はですね、似たような髪型の子たち並べてみました。ハイホーさんにですね、レインドロップさんに、ピックルさんに、シーさんですね、あとこっちがグッディガール55さんに UFO さん、それぞれね、ボブの子たちを並べてみたんですけどね、やっぱりボブの子たちってね、自分たちでボブを可愛くね、内巻きにして直してあげなきゃいけないので、ちょっと扱いにくかったりもするんですけどね、まあその点を除けばですね、比較的初心者の方にもね、扱いやすいドールだったりするのでね、ボブのヘアの子たちって、特に僕たちね、男のドール好きのものにとってはね、やっぱりボブの子たちやっぱり扱いやすいので、おすすめできますね。男性とか、あと女性でね、あんまりヘアアレンジしない方とかね、ちょっとヘアアレンジが苦手な方だったら、ボブね、やっぱり比較的髪の長さで持て余すこともないですし、ね、溶かすだけで結構まとまったりするのでね、あとヘアアイロンがなくてもですね、手でこのようにちょっと内巻きにね、してあげるだけでもすごく変わりますのでね、写真撮るだけ、撮る前にちょっと軽く内巻きにね、手でこう巻いてあげるだけでも変わりますのでね、すごくいいのではないかななんて思いますね、ボブの子たちね。最近本当に少なかったのでね、久しぶりのボブの子で、シーセーラーシーさん、僕個人的に期待していたのですごく嬉しかったりしますね。で、なおかつ他の子たちに比べてもですね、やっぱり髪の量が多いですね。このね、今6体並ばせてる子たちの中で、その中でもシーセーラーシーさんの髪の量が一番多いですし、なおかつ髪質が一番いいのはやっぱりシーセーラーシーさんですね。それぞれの子たちいるんですけどね。で、また今回ね、ダークブラウンとライトブラウンの髪のお色ということでね、変色したりね、することも、退色したりすることも少ないと思うのでね、比較的初心者の方も気兼ねなく保存ね、気にしないで可愛がることもできていいんではないかななんて思いましたね。でね、今回髪色比較ではないんですけどね、一応ちょっと似たような髪色のね、ダークブラウンのシンプリーショコラさん並べてみました。いかがでしょうかね。こんな感じでね、やっぱりダークブラウンと比べてもわかるんですけど、シーセーラーシーさんのダークブラウンってやっぱり黒に近いんじゃないかななんてちょっと思うんですよね。ライトブラウンとダークブラウンのミックスという割にはですね、ダークブラウンの割合がかなり多いような感じがするんですけどね、いかがでしょうかね。ね、このような感じで比べてもらうと分かると思うんですけどね、やっぱりミックスヘアのニュアンスのある髪色ということでね、かなり綺麗な髪色だと思いますね。ショコラさんもね、シンプリの割に髪の質もすごくいいですしね、髪の量も普通で扱いやすいんですけどね、まあボブということで、ショコラさんの髪型よりは若干ね、こうただ切ってあるだけなのでね、ショコラさんの髪は2段階でね、ちょっと長さが分かれててね、ちょっと面白いアレンジなんですけどね、その点シーセーラーシーさんの純粋なね、このボブ
この子の方がやっぱり扱いやすいんではないかななんて思いましたね。髪色といいね、髪型といい。はい、それではね、早速例のごとく、またまたね、ブラマニガクが独断と偏見でね、今回発売されたシーセーラー C さんのね、採点の方を行わせていただきたいと思います。採点方法はですね、髪、お顔、アウトフィット、汎用性、総合評価の合計ですね、5段階の評価で行わせていただこうと思います。まずですね、髪ですね、彼女の髪なんですけど、髪の方の点数はですね、僕は彼女の髪の方の点数は5点満点中5点つけさせていただきたいと思います。やっぱりですね、今回ね、ニュアンスのある特徴的なね、髪色、ダークブラウンとライトブラウンのミックスヘアということで、かなり得点も高いですし、久しぶりのね、ボブっ子、もう最近ほら、フワイルパーマのね、ロングヘアのブライスさんばっかりだったので、ちょっとね、ブラマニの額飽きてたというか、飽き飽きしてたというかね、ちょっとこう新しいね、ヘアの子が来ないかなと思ってた時に現れたシーセーラー C さんだったのでね、もう文句なしにですね、高得点で、なおかつですね、髪の量も多いですし、髪質もいいですしね、すごくね、艶やかで綺麗な日本人形みたいなね、お菊人形、あれ、お菊人形はあれ、恐怖の人形かな、日本人形っぽい、なんかね、本当にもう市松人形っていうかな、あれ、そんなお人形なかったでしたっけ、本当にこう日本人形っぽい、本当に艶やかな質のいいサランを使われていて、なおかつ髪の量も多いですし、髪質もすごくいいので、もうこれは文句なしで5点満点中5点つけさせていただきます。次にですね、彼女のお顔の方の点数つけさせていただきたいと思います。彼女のですね、お顔の点数は僕は5点満点中4点つけさせていただきたいと思います。やはりですね、なぜかと言いますと、彼女のね、フェイスタイプはラディエンスリニューでですね、回答しやすいですしね、頭皮交換も簡単ですし、目線上げとかね、カスタムするのにもすごく便利な、ラディエンスリニューの顔型で、なおかつね、フェアのナチュラルスキンということでね、すごく健康的なね、お肌の色に、ブラウンのアイシャドウにサーモンピンクのね、チークとリップでですね、すごく健康的なね、普通っ子のネオブライスさんに仕上がっててね、ちょっとこのようにね、おでこ出したスタイルもすごく可愛いですよね。ブラウンのアイシャドウすごくナチュラルでいいですよね。で、ちょっとやっぱり5点満点中1点引かせていただいたのは、このおてもやんのチークですね。もうちょっと自然な薄いチークだったらね、もう文句なしの5点満点中5点だったんですけど、もうその辺ちょっと1点引かせていただいてね、5点満点中4点つけさせていただきました。あと、もう一個ちょっとね、残念なのがですね、ちょっとリップがずれてる。最近のね、よくラディエンスリニューの子たちによくあるんですけど、このリップのそのプリントっていうんですかね、このリップ多分型があって、その型をお顔に押し当てて、その上から吹きつけてね、リップをペイントしてると思うんですけど、やっぱりこの子もちょっとずれてる。まあ、気にならないんですけどね、遠くから見ればね。僕もそんなに気にしないんですけど、よく見るとずれてるということでね。最近のラディエンスリニューの子たちに多いので、まあ、リップがね、ずれてる点も含めて、5点満点中4点付けさせていただきました。まあ、よく見なければわからないですしね。まあ、いざとなったら自分でね、リップ塗り直したり、マスクして、同じようなね、リップにペイントすることができるので、僕はあまり気にならないんですけどね。まあ、ちょっとやっぱりよく見るとずれてるということで、5点満点中4点つけさせていただきました。次に彼女のですね、アウトフィットですね、質感やデザインの採点の方行かせていただきたいと思います。彼女のアウトフィットの点数は5点満点中5点つけさせていただきたいと思います。ちょっとね、点数が甘いんじゃないかと思われる方もいると思うんですけど、やっぱりですね、今のこの8月ですね、7月の後半に出た子で、7月季節感もぴったりですしね、お盆休みとかね、夏休みに遊ぶのにちょうどいい子に仕上がってるんではないかと思ったんですよ、この浴衣の子ね。で、なおかつこの浴衣の出来もすごくいいんですね。肉厚で、帯もすごくおしゃれですしね、カチッとした仕上がりで、着付けもしやすい、型崩れもしにくい、本当にね、すごくいいお着物でしたね。ちょっと前のカメリアさんの時のね、着物にちょっと似てるんですけど、カメリアさんの時もですね、なんか完成度が上がってるような気がするんですね。浴衣の着付けもしやすいですしね、帯とか帯留めとか中帯ですとかね、
そういった感じの、全体的な仕上がり、お着物のね、仕上がりも上がってるような感じが個人的にはいたしました。なおかつね、この巾着袋ですね、可愛い巾着袋に、この肉厚なね、しっかりとした素材のカンカン帽もね、ちょっとまあ、箱に入っててね、ビニールに入ってるので型崩れはしてるんですけどね、簡単に手でこのようにね整えることができるほどしっかりとした肉厚の素材のカンカン棒なのでね、すごく好印象で、で草履で、普通のハイヒールですね、グミ靴と呼ばれているあのハイヒールなんかに比べて簡単に脱いだりね脱げたりしないので、草履の割にはすごくしっかりとした履き心地っていうんでしょうかね、安定した感じの履き心地ですごく好印象でしたね。ちょこっとこうお、ね、このブライさん C さん持ち上げただけではね、あの草履、簡単にね落ちたりしないんですよ、このようにね。なので草履も脱げにくいのですごく良かったですね。なので5点満点中ね5点つけさせていただきたいと思います。次にですね、汎用性ですね、お着替え後ですとかカスタム後ということでね、カスタムのしやすさですとかね、お着替えのしやすさということで、僕はですね、この子5点満点中5点差し上げたいと思います。やっぱりね、ボブの子たちってやっぱりちょっとヘアアレンジはしにくいんですけど、やっぱり彼女のですね、この髪色ですね、ライトブラウンとダークブラウンのこの髪色、すごくお着替えさせやすいんではないかと思うんですね。リアルクローズでもいいですし、ちょっと姫系のねガーリーな感じのドレスもすごく似合うと思いますしね、ちょっと素朴な感じのどこにでもいるねブライスさんという感じで、お着物だけではなくアウトフィットのねチョイスも選ばないんではないかななんて思いますし、ラディエンスリニューの顔型の子なのでね、頭皮交換しても楽しいですし、カスタムするのにも普通子なのでね、カスタムしやすいと思いますしね、まあ僕個人的な意見ではですね、すごく可愛い子なのでね、カスタムしなくても十分可愛いのでね、このまま可愛がっていただけたらすごく嬉しいななんて思いますね。僕やっぱりね、普通っ子、この間出たね、あのピクニックさんといい、普通の髪色のね、普通っ子の子たち、すごく後々ね、価値が上がると思うのでね、この C さんもですね、やっぱり評価上がるんではないかななんて思いますね。すごく可愛い子なのでね、今内巻きにね、このようにヘアアレンジしてるんですけど、逆に外巻きにね、しても可愛いと思いますしね。まあ三つ編みとかね、難しいヘアアレンジはこの長さの関係上できないとは思うんですけどね、それでも遊びの幅はすごく高いと思うのでね、5点満点中5点つけさせていただきたいと思います。まあちょっとね、姿勢らしいさんに僕ね、ちょっと甘いとは思うんですけどね、それだけなんかね、すごくなんて言うんでしょうかね、癖のない割には扱いやすい、すごい可愛げのあるブライスさんらしいブライスさんだななんて個人的には思ったのでね、すごくいいではないでしょう、いいと思いますね。で最後、総合評価ですね。総合評価、彼女はですね、20点満点中、19点ですね。彼女は20点満点中19点、僕はですね、星をつけるとしたら5つ星つけさせていただきたいと思いますね。なぜ5つ星かというと、やっぱりですね、彼女初心者の方にでもですね、ヘアアレンジしやすいボブ、ミディアムボブっていうんですかね、ボブの子ですし、髪質もいいですし、髪色もいいですし、お着替えさせなくてもですね、彼女のこのオリジナルのね、アウトフィットの浴衣、このアウトフィットもすごく作りがいいのでね、やっぱり全体的なイメージ、全体的な持った感じ、で僕が今までね、100体以上ブライスさんをお迎えした中でもですね、納得できる出来の子だった。ぶっちゃけですね、1個前のアニバさんのルーシーさんよりもお迎えしてよかったなと思えるというんでしょうかね、安定した品質の総合評価の高いブライスさんだったんではないかななんて思いますね。決してね、スペシャルな子でもないですしね、アニバさんでも CWC さん限定でもトップショップさん限定でもないんですけど、それにもかかわらずすごく満足感、お値段の満足感、本体の満足感、アウトフィットの満足感、すべてひっくるめて表情もすごくいいですしね、その辺を踏まえて星5つ総合評価ですね、20点満点中19点、星5つ差し上げたいと思いますね。本当にね、甘いとは思うんですけど、それだけ僕はね、結構おすすめできるブライスさんではないかななんて思いますね。小さなお子様からもうブライスたくさん持ってるね、リスナーの皆様、学編みの皆様にもね、おすすめできる普通っ子、本当に普通の魅力なんですけど、普通のこう普通っ子だからこそある魅力にあふれた、本当に何て言うんですかね、お迎えして損しないブライスさんに仕上がってると思うのでね、かなり
あの完成度の高いブラシさんに仕上がっていると思うので、ぜひともね、皆様お店で見かけたらね、多分売れ残ってる子がだと思うんですよね、今の時期でも。なのでもしお店で見かけたらね、ぜひ手に取ってね、気に入った子だったらお迎えしてあげるのもいいんではないかななんて思いましたね。この子後々あの評価上がるんじゃないかななんて個人的には思いますね。はい、それではね、今回ね、7月26日に発売されたね、今の時点で一番新しいこのネオブライスなんですけどね、シーセーラー C さん、紹介レビューいかがだったでしょうかね。本当にね、素敵な普通っ子、これぞ普通っ子の中の普通っ子、ザ普通っ子といった感じのね、シーセーラー C さんなんですけどね、やっぱり普通っ子普通っ子連発してる割にはですね、やっぱりミックスヘアだったりですね、スペシャルカラーのね、ライトブルーのすごく綺麗なね、愛が入っていたりね、かなりすごく可愛い子にも仕上がってると思うのでね、普通っ子の割にはなんか特別感がね、あったりする子なのでね、すごくいいんではないかななんて思いましたね。この今回のね、シーセーラー C さんなんですけど、色黒っ子や日焼け肌っ子ではないんですけどね、ハイホーマリンさんとかね、カントリーサマーさんに並ぶ夏を代表するブラシさんにね、仕上がってるんではないかと思いますね。はい、それではね、今回も長々とご視聴いただき本当におつぶらでした。それではね、また次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボアー、オーバーボアー。